はい、皆さん、こんにちは。ゾンビ先生です。アパシー鳴神学園七不思議実況プレイ始めていきたいと思います。こちら任天堂スイッチのね、ソフトで2022年の8月4日に発売された最新作でございます。おチャイムが鳴ったよ。はい、タイトルね、アパシー鳴神学園七不思議というの出ました。でですね、これ実はね、学校であった怖い話という、まあ、スーパーファミコン用のソフトで最初出たやつがあって、それのね、最新作になるんですよ。で、偶然なんですけど、ゾンビ先生ね、学校であった怖い話をつい先日ね、やりまして、はい、その最新作が出るということで、早速買って、今からプレイしていこうというところでございます。まあ、配信ね、実況の、決まりがあって、3週目までは OK、 3週目プレイまでは OK っていうのを聞いてますんで、それはしっかり守ってね、やっていきたいと思いますね。今回はですね、このアニメキャラみたいな感じなんですよね。はい、でこれ最初からねやっていくんですけども、そのスーパーファミコン版の学校であった怖い話は実写取り込みだったんだけど、今回はこういうアニメキャラクターみたいな感じにねなってますね。キャラ絵がちゃんとあるということで、私の人形は良い人形、何でも言うことを聞くし、私が生まれた時からずっと一緒、寝る時も学校に行く時もずっと一緒なの、片時だって話したりしないわ。私はこの人形をとっても大事にしているの。名前はマミちゃん。マミちゃんが一緒にいれば私は幸せ。でも学校に行くようになってからちょっと困ったこともあるの。クラスのいじめっ子たちがマミちゃんを取り上げていじめたりするの。よくない、それはね。トイレに閉じ込めたり、靴を隠したり、時には泥水の中に落としたりするの。せっかく綺麗なお洋服を着ていてもこれじゃ台無し。ああ、今日もいじめるのね。そんなやめてよ。私のマミちゃんに何するの。そんなことしたら落っこっちゃう。ここは3階よ。落ちたらかわいそうじゃない。冗談じゃ済まないでしょ。あーマミちゃんかわいそう。私のマミちゃん死んじゃった。かわいい人形だったのに。あら、これマミの持ってた人形じゃない。どうする、もらっちゃえば。いやよ、よし、たった今持ち主が死んだ人形なんて呪われてるに決まってるわ。そっかな、じゃあ私もらっちゃおう。マミの形見だと思えばいいじゃん。キャハハハ、どうぞご勝手に。いやいや、なんか嫌な感じだぞ。あなたのお名前はヨシエちゃんっていうの。ヨシエちゃんが私の新しい人形になってくれるのね。ヨシエちゃん、いじめられて死んだりしないでね。うふふふふふ。何、人形の方が本体だったって話今の。怖いよ、いきなり。で、新聞部っすよ。ね、新聞部だったよね、スーパーミ版のやつもね。あ、日野様だ。日野貞夫。なあ、一学期最後の学校新聞は七不思議の特集をやろうぜ。うん、スーファミ版の学校であった怖い話もそういう話だったんですよ。この学校新聞で七不思議の特集をやるんだっつって、まあ怖い話が得意ななんか7人を連れてくるんで、その人から話を聞いて記事書いてねみたいな、そういう設定でした。ちなみにですね、このね、スーパーファミコン版の学校であった怖い話、1995年の8月4日発売なんですよ。だから日合わせてるんですね。発売日をね、そのスーファミの一番最初のやつと合わせてるっていうことで、憎いですね。心憎いですね。倉田恵美。え、この人いなかったよね、スーファミ版で。いたかな。うわー、さすが日野先輩。いいですよそれ。長年使われていない旧校舎が夏休み中に取り壊されるし、季節的にも絶対受けますよ。ちょうど夏って感じなんだろうな、きっと。夏服だもんね。日野、よし、反対する者はいないようだな。それじゃあ学校の階段好きを斜め、今度の金曜日の放課後、新聞部の部室に集めるから、彼らに怖い話を1話ずつしてもらおうじゃないか。あ、やっぱり同じ設定なんだそこは。日野、それで坂上、お前が彼らの話を聞きながら記事にまとめてくれ。おお、坂上修一くん。坂上修一くん、こういうビジュアルなんだね。坂上くんがそのスーファミ版の学校であった怖い話でも主人公だったんですね。え、僕がですか。日野、何驚いた顔してんだよ。お前怖い話は苦手か。坂上、そんなことないですよ。でも僕なんかまだ新人ですし、学校の怖い話とかよく知らないですから、こういう企画は先輩方にお譲りした方が。日野、いいんだよ、
お前が学校の怖い話を知らないのは俺だって百も承知さ。悪いけどさ、俺はこう見えても怖い話にはうるさいんだぜ。この学校の七不思議だってかなり詳しいからな。どうしたの？なんか急にマウント取り始めたよ。怖い話にはうるせえぞっつって。坂上、はあ。お、倉田先輩。日野、ん？どうした倉田？その役私にやらせてください。悪いな倉田、この企画は坂上に頼んでいるんだ。倉田、でも坂上くん嫌がっているみたいですし、同じ1年生ならこの倉田恵美がその役をやります。てかやらせてください、私怖い話大好きなんです。私だったら絶対にいい記事を書いてみせますから。そうですよ、僕も倉田さんの方がいいと思います。実は僕怖い話はちょっとっていうかかなり苦手なんですよ。だからお前にやってほしいのさ。お前が怖がりなのは見ていればわかるよ。この新聞部で一番の怖がりだろうな。だからこそお前を指名したいんだ。お前は集まった7人の語り部たちから怖い話を聞いて思いっきり怖がってほしいんだよ。そしてその恐怖を記事にしてほしいんだ。そうすれば生の怖さってものが読者にも伝わるじゃないか。お前は聞き手として怖がってればいいのさ。そこが重要なんだよ。はあ、日野先輩、私納得できません。怖い話が苦手なのと生の恐怖を記事にする能力は別だと思います。私の方が絶対に怖い記事を書けますから。まあまあまあ、なるほどなるほどという感じですね。確かにそうだよね。まあまあ倉田、今回は坂上に任せてやってくれよ。お前にはまた別のチャンスをやるから。日野様偉いんだな。じゃあ私に語り部をやらせてください。私怖い話をするの得意ですから。まあとにかく倉田ちゃんはなんかしたいんだね。うん。おいおい、1年生のお前がこの学校の怖い話を知っているのか？まあでもね、春に入学して夏だったら多少そういうことに詳しくなってるかもしんないよ。もちの論です。ちょっと古くない？1年生だって怖い話を知っていますから。だってこの鳴神学園は怖い話の宝庫じゃないですか。まあスーファミ版のね、学校もなんかもう呪われてる、たたられてるみたいなことすごい言われてたからね。日野、そうか、じゃあ今ここで怖い話をしてみろ。わあすごい、いきなり無茶ぶりだ。え、今ですか？そうだ、それぐらいできないようじゃ今回の語り部は務まらんな。どうする、話すのか、それとも話さないのか？ああ、なんとなんとなんと、語り部7人が出てくる前に新聞部の中で怖い話ができるかどうかっていう。どうだろうな、倉田ちゃんなんかすごい悲惨な顔してるけど、お話ある？いやでもここまで言うからには話あるんだろう。はい、やります。大丈夫です、できます。その代わりあまりの怖さにどうなっても知りませんよ。お、言ってくれるじゃないか。それじゃ早速聞かせてもらおうか。始まりますよ、怖い話が。すげえなんかポッピンだ。いやねスーファミ版の学校であった怖い話でポッピンな音楽の人のやつすげえ怖かったんだよね。やだな。くらった、やりますよ先輩。でも先輩に話すのは面白くないですよね。怖がりそうもなくって。せっかくだし坂上くんに話をしようかな。それじゃあ1年1組のくらった恵美が話させていただきます。あのさ、この鳴神学園にはとても七不思議では収まらないほどの怖い話が溢れているのはもう知っているよね。それこそ怖い噂がない場所はないと言い切れるくらい。どんな学校に通ってんの君たち。本当そんな学校で実は卒業するまで一度も行かないような場所があるのって知ってる？それってどこだと思うかな坂上くん。お、選択肢かな。選択肢出ましたね。どこにも一度も行かない。トイレ一度も行かないとかちょっとおかしいだろう。保健室一度も行かないはありえるかもしんないね。放送室は放送部じゃなかったら行かないんじゃない。プールは授業であったら行くしね。
保健室もさ、わかんないよね。ちょっとね、病気になっちゃったりとかなんかしたら行く可能性あるんで、放送室ね。そう、それは放送室。合ってたのかな？うん。放送室って放送部員とか校内インタビューで取材を受けるとか特殊な状況でないと一般生徒は行くことはないんですよ。急に敬語になったよ。そもそも放送室が学校のどこにあるか知らないなんて生徒ザラですから。それで私がこれから話すのはその放送部の話なんだけれど、これ実はつい最近の話なんだよね。1年生に水見志保って子がいるんだけれど、彼女は放送部なの。水見志保さんね。うん。おお、この子ですか？この子かな。すごい髪型めっちゃ凝ってんね。それである日、放送部で作業をしていると、染谷陽子。三見さん、いる？三見志保。あら、染谷さん、今日はどうしたの？この前話してた魔音のレコードなんだけれど、やっと手に入ったよ。レコード？レコード？え、これ時代はどうなんだろう。なんか後ろにさ、映ってるパソコン見るとさ、ね、パソコンだよねこれね。パソコン見るとさ、後ろは液晶、ディスプレイ液晶っぽいけどね、最近なのかなと思ったけど、レコードの話してるよ。三見志保。え、マジで？本当にあったんだ。染谷さんがやってきて、そんな話になったんだけどさ、坂上くんは魔音っていうレコードのこと知ってる？マノン、マノンか。マノンっていうのは文字で書くと魔音になるんだよね。なんか不気味でしょ？おー、知らない。知らないな。知らないぞ、おじさんは。そうよね。知らない人も多いと思う。それくらいこの都市伝説は鳴神学園でも特殊だから。坂上くんもレコードは知っているわよね。お、何？音楽なくなったよ。お、怖い怖い。あ、レコード知ってるか知らないかっていうあれか。あ、次元だよね。だからやっぱ今なんだな、これきっと。だからレコードを普通に使ってる時代の話ではないよね。うん。一応説明するけれど、レコードっていうのは CD を大きくしたような円盤状の薄い板よ。表面、いや表面かな、表面には細い溝が渦巻き状に刻まれているの。うん。そして色はだいたい黒だね。うん。でかいよね。え、見たことない人ももういるよな、きっとな。レコードをプレイヤーにセットして回転させ針を落とすと、その針が渦巻き状の溝を走り、溝に刻まれた音の信号を読み取って音楽を奏でるのよ。そうだね。お、出てきた出てきた。まだ CD がない時代はみんなレコードを聴いていたんだよ。わざわざ音楽を聴くだけなのに面倒だよね。大きいし不便だし、収録時間も短いし、手入れも大変だし、デメリットばかりだもの。まあそうだよな、 CD もな、もう最近データだよね。配信でね、うん、音源をダウンロードしましょうっていうのが多いもんね。うん、その通りだ。今はインターネットがあれば全部事が足りてしまうから、 CD だって出回らないもんね。でもね、レコードはなくならないんだよね。絶対になくならないの。ふふ、それには訳があるから。レコードはね、悪魔の音が聞けるんだよ。それは CD やダウンロードした音楽では聞くことができないの。レコードだからこそ聞ける悪魔の音があるんだよ。おほほほほほ、そうですか。あ、まあなんかあの、よく言うのはね、なんかそのレコードでしか出ない音域があるみたいな話とかはなんか聞いたことありますけどね。うん、そのデジタル情報になるとそこがカットされるみたいな話は聞いたことがありますけど、どうなんだろうね。うん、どう？坂上くんは悪魔の音に興味がある？だったら悪魔の音楽を聴く方法を教えてあげるね。いらない。教えてほしくない。レコードは盤面に刻まれた渦巻き状の溝を針が走ることで音楽を奏でると言ったわよね。溝の一番外側に針を落とすと、レコードの回転に従い針はどんどん内側に進んでいき、溝がなくなったところで音楽が終了する。でもね、それを逆にするのよ。真ん中から外へ、そんな風に動くかな。針を一番内側に置き、レコードを逆に回すの。もちろん逆回転機能なんてプレイヤーにはついていないから手で回すんだけれどね。はあ、そういうことね。なるほど。
なんかあれですね、四国のお遍路さんを逆に回ったらみたいな感じですね。逆再生、まあでもあれだよね、逆再生でさ音を流したら実は変な声がみたいなのあるよね。よくあるパターンの怖い話だぞ。うん、そこを裏切ってくれるのか君、頼むぞ同じ速度で根気よく回さなければならないから結構難しいのよ。針は内側から外側に向かって走り始める。その時ある特定のレコードは悪魔の音を奏でるの。逆に聞こえる音ってどんなだかわかる？坂上くん、回文とか統合って知ってるでしょ？回文っていうのは上から読んでも下から読んでも同じ意味になる言葉のこと。トマトとかね、トマトとかね、うん、そのまま出たね例えばトマトとか新聞紙とか竹やぶ焼けたが回文よ。それに対して統合というのは上から読んだ場合と下から読んだ場合では違う意味になる言葉のこと。あ、まあそういうのもあるか。あ、そういうのもあるよね、確かにね。例えば手袋ってあるでしょ。坂上くん、小学生の時に友達から手袋って逆から言ってごらんって言われたことない？ある、あるある。で逆から読んで、あと六ブテとかかなって言った、それ六回ブテって言ってるってことだねって言って六回殴られるやつね。うん、そうね。それで素直に逆さまに言うと、今六ブテって言ったね、だから六回ぶつからねって言われて叩かれるの。くだらない遊びだけど、これが統合。それでレコードを逆回転すると回文や統合が聞こえると思う？まあそうはならんよね。だってね、全く逆からなんでしょ。ってことはさ、カーって言ったのが KA じゃなくて AK っていう順番で鳴るわけだからね。うん、そうはならないよね。答えは不正解。言葉の意味からすれば統合に近いけれど全く違うものが聞こえてくるのよ。そうそうそう、その通りだよ。日本語には母音と子音があるでしょ。ローマ字に直すと分かりやすいわね。例えば木は KI、田は TA、だから北は KITA となり、それを逆回転で再生すると KITA のローマ字を逆さまにした ATIK になり、それを読んだ時の音アティクと聞こえるのね。北って言ったのにアティクって聞こえるんですね、多分ね。だからその法則をうまく利用して意図的に逆回転させることで意味のある言葉を仕掛けたレコードが作られたのよ。そうなんだ、そういうのがあるんだね。誰？誰？それを作ったのはある有名なミュージシャンだったわ。あのさ、全然学校関係なくね？大丈夫？彼はイギリスのあるロックバンドの一員だったんだけれど、そのグループは悪魔を世に布教するために作られたグループだと一部では言われているの。なんだろう、世紀末みたいなやつ、デーモン小暮閣下みたいな、ゾンビ先生の結構あの大先輩的な感じだと思うけどね。彼らは悪魔の申し子であり、音楽活動を通してこの世を乱すために地獄から使わされたってね。事実、彼らは瞬く間に若者の間で大人気となり、彼らの音楽は世界中で人気を博した。彼らは世界中でコンサートを行い、彼らの信者を増やすことに成功した。そしてそれと同時に世界の情勢は崩壊していったのよ。特に若者たちの暴動が目立ったわ。若者の怒りが世界を動かしていったのよ。世界中を遠征して回った演奏旅行は世界の乱れとともに中止され、その直後例のレコードが作られた。そのレコードは逆回転することである呪文が聞こえるようになっているの。それは世の中を呪い、人間を憎み、怒りを抑えるなという、そういう歌だった。わあ、怖い怖い。そのレコードを逆回転させた者たちは気持ちが高揚し暴力的になり、怒りを表現した。若者たちは怒りを抑えることなく本能で動くようになった。なんかあれだな、ゾンビものとかでもね、28日後っていう映画とかはなんか怒りを解放するウイルスみたいのにかかってね、うわーって走ってくるっていうやつだったけど、日本でもそのレコードを聞いた若者たちは自由を主張し、ことあるごとに大人に反発し社会問題になったのよ。そしてそのロックバンドはそのレコードを制作し終えた後突然解散したの。残されたレコードは悪魔崇拝者の間でマノンと呼ばれ崇められた。知らないよそんなもの知らないよ、そのマノンっていきなり言われたって。
ね、うおー、なんだなんだ。もともと海外では逆さ文字は悪魔の文字と呼ばれていたから、それもあって逆回転に聞こえてくる音を悪魔の音と決めつけた連中もいたわ。たとえ全く意味のない不思議な言葉になったとしても、それは悪魔の言葉であり、人間には理解できないとさえ言うものまでいたほどなの。悪魔を呼び出す方法の一つに合わせ鏡というのがあるでしょ。なんかさ、そういう知識がさ、ある前提で話されてくれる知らない、普通の生徒は知らないと思うよ、多分ね。真夜中の決められた時刻に2つの鏡を合わせると、その間を悪魔が通るという話よ。へえ、そうか。道ができるのかな。悪魔は鏡の中にある世界に住んでいるという伝説もあるし、吸血鬼が鏡に映らないとか、鏡に映っている姿は自分と似た別の存在だという説もある。吸血鬼が鏡に映らないってよく言いますよね。ゾンビは鏡に映りますね。普通に肉体があるから。ね。悪魔と鏡は結構切り離せない存在だから。鏡に映った文字は悪魔が使う文字という説も一般的なのよ。なんかでもやっぱ逆っていうのが効いてんのかな。音もね、今逆再生っていう話になってるし、文字もひっくり返ってたら悪魔のとかって、やっぱ人間じゃないっていうところで一番なんか分かりやすい象徴なんだろうな。だからレコードを逆回転することで悪魔のメッセージを世に送り出すという行為は、悪魔崇拝者からすればごく当たり前で当然納得のいく話だったわけね。そして彼らの後を継いでマノンを作るロックバンドが続々と現れたわ。特にヘビーメタルとかパンクと呼ばれるジャンルのミュージシャンたちは好んでマノンを作ったわ。そのほとんどはダサ作だったり、少しも心に響かないものだったけれど、中には優れたマノンもあり、それは悪魔崇拝者たちが行うサバトという集会で重宝されたわ。すごいね、めっちゃ聞いたのね。ダサ作が多いみたいなことも、言ってるけれどもね。え、まあゾンビ映画もね、ひどいやついっぱいあるけどね。でもまあそのひどいやつもね、愛らしい部分もあるんですけどね。サバトでは逆回転専用に改造したプレイヤーで常にマノンが流された。それほど彼らにとってマノンは心地よい音楽であり言葉だったのね。逆回転専用プレイヤーね、内側から外側に行くやつなんだろうな。でもそんなマノンもある時を境にほとんど作られることはなくなったんだって。どうしてかわかる？理由は簡単。もうマノンを作る必要がなくなったの。どういうことだ？どういうこと？もう悪魔がいっぱい来た、もうすでに。そういうこと？もう悪魔たちが満足しうるだけ布教が成功したのよ。だからもう布教なんてする必要もなく、悪魔たちはこの世界で人間に混じって生きていけるようになったの。まあね、ゾンビ先生みたいにね、ゾンビが VTuber してる時代ですからねそうなの。悪魔たちはこの世界で人間に混じって生きていくためにマノンを広めていたというわけ。怖くない？ってことは何？そうか、もうみんなの周りに、隣にもう悪魔いるよとね、あなたの前にいる私もそうかもよみたいな、そういうことかな。うん、もちろん鳴神学園にも悪魔崇拝者だけではなくて、悪魔も密かに人間に混じって生活しているっていう噂もあるくらいだからね。おお、聞くものを暴力的に変え、社会を憎み、周囲の人間に対し意味もなく反発させてしまうマノンだけれど、中にはもっと強力で恐ろしいマノンもあるの。例えば、人を呪い殺すマノン。殺したい相手に聞かせれば、その相手は数日後に不可解な謎の死を遂げてくれる。怖っ。デスノートみたいな。日本では呪殺を規制する法律はないから、完全犯罪成立ね。もっともこのマノンは封印され、今はどこにあるのか不明とされているけれど。それから悪魔を呼び出すマノンもあるらしいわよ。一般的に悪魔を呼び出すには魔法陣や特定の儀式が必要なんだけれど、それがいらないらしいからお手軽だよね。お手軽、そんなファースト悪魔みたいなやめてそのファーストフード的なね。うん、でも今はこの世を悪魔が自由に行き来してるから、そのマノンもあまり役に立たないんじゃないかしら。何これ、どうなんの、こっからですか。学校の話になった。
いや、しかもさ、この学校もあれかな、ロケ地あんのかな。なんかあれだよね、このさ、耐震工事を外からくっつけてる感じがさ、このゾンビ先生のこの部分にあるんだけど、あの耐震用のねやつこう工事してるとかもリアルだな。こういうのだよ、学校校舎ね。実はそんなマノンを日本でも作ろうとした人がいたの。ミュージシャンじゃないわ、学校の先生よ。そう、この鳴神学園の学校の先生なのよ。レコードを作るのはそんなに難しいものじゃないのよ。特定の機械さえ手に入れば素人でも作れたの。だから学校の先生がマノンを作ったとしても何も不思議じゃないわ。マノンね、もう何十年も前の話なんだけれど、それはこの鳴神学園小学校の音楽の先生だったのよ。音楽小学校もあんだ。名前は知らないけれど、彼がまだ学生だった頃、イギリスのロックバンドが作ったマノンに取り憑かれた若者だった。じゃあ今までのがあれかい、今回の怖い話のまだ枕というか最初ってこと。長いんだな、すごいな、話長くなってるね。うん、壮大な話始めたな。そんな彼が初めてマノンに触れたのは音大生の時だった。最初音楽学校の仲間からマノンの噂話を聞いた時、冗談と笑い飛ばしたわ。おお、うわーってなってるね。うん、でもその数日後、マノンを聞いたと興奮して話した友人は学生運動に参加して警察と衝突し、そのまま帰らぬ人となってしまった。ああ、学生運動の時代の話なのかな。それまで学生運動をバカにして鼻で笑っていた友人のことを思うと、突然の心変わりが信じられなかった。このレコードのせいなのか。彼は死んだ友人の遺品として一枚のレコードを譲り受けた。そう、彼を死に至らしめたマノンのレコードよ。彼は半信半疑でそのレコードを聞いてみた。はじめは普通に正常に回転させて聞いたの。若者たちのけなげな愛を歌った穏やかで癒される美しいメロディーのラブソングだった。それで終わっておきたまえよいいだろ、いいだろ、そういう歌で。確かに美しい曲ではあったものの、取り立てて騒ぐほどの曲ではなかった。少なくとも彼にはそう感じられた。そしていよいよ逆回転を聞いてみることにしたの。わざわざ手で回してレコードを逆回転させるような面倒なことはしなかったわ。オープンレールのテープにそのレコードを録音し、あとはそれを逆再生すればいいだけ。なるほど、メディアを変えたんだ。これやったことでなんかおかしなことにならない？大丈夫？オープンリールというのは、また始まった。そうだよな、昔のな、録音環境とかって。いや、ゾンビ先生も怪しいもん、レコードとかオープンリールとか言われると。自分がそんなに使ってたかっていうと、自分の父親って感じですね。オープンリールというのは、巨大なカセットテープね。テープをリールに巻いて、それに音を録音したり再生したりするの。まだカセットテープもなかった時代は普通に家に置かれていたものよ。君なんでそんなこと知ってるのね、何歳？本当。このオープンリールの特徴は、再生する音のスピードを自由に変えたり逆再生ができたことよ。だから自分の作った曲を逆再生するときも、どのように聞こえるか、そのスピードを考えながら調整できるの。彼はどうせ大したことはないと高をくくっていたの。うわ、流してみた。やばい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 、おかしな音楽というか、なんかもう変な音が鳴っている。ところがその思いは一瞬にして砕かれた。テープから流れてきたのはラブソングとはほど遠い奇妙な旋律の中で静かに響く呪いの言葉だった。しかもそれはとても逆再生とは思えないはっきりとした言葉で歌われていた。もちろん歌詞は英語だったから日本語に訳さなければ内容は理解できない。なのにわざわざ訳す必要なんてなかった。耳に流れ込んでくる悪魔の響きに言葉の壁なんて関係なかったのね。体の芯からふつふつと湧き上がってくる言い知れない怒り、その怒りに理由なんて必要なかった。この世のすべてが憎かった。ありとあらゆるものに怒りと憎しみを覚えた。でも彼はあまりに偉大すぎるマノンに救われたの。
その偉大なる悪魔の音楽に魅せられたのよ。自分でもこれと同じ衝動を作りたい。まだ高校生の頃、音楽家として成功したいと漠然と夢を抱いていた頃の記憶が蘇ってきた。大学生になり音大に通うことで自分よりもはるかに才能のある人々に触れてしまった彼だから、音楽家の夢を早くも諦めてしまい、学校の音楽教師になることで満足してしようとしていた自分、そんな自分に嫌気を感じたの。自分の人生というレールをこんなにも早く敷いてしまい、行き着く終点もすでに見えているような生き方。マノンは暴力的な衝動を与えるだけではなかった。いやいやいや、音楽教師だってさね、そんな将来が見えているっていうような浅い仕事じゃないと思うぜ。うん、頑張ってみないか。本当、これもまた悪魔の誘惑であり、彼のような不況のために働く人員を作ることにも役立っていたわけね。なるほどなるほどね、才能のある人にはこう不況を手伝ってもらおうとするわけだ、悪魔はね。ただ暴れるとかだけじゃなくて。そうかそうか、言葉を超越したマノン、おそらくそれは人間という壁さえも超えてしまうだろうと感じた彼は、犬や猫にも影響を及ぼすのか実験したわ。マジか、犬猫も凶暴になる。わあ、結果は大成功。近所に住む人懐っこいペットの犬が突然飼い主のおばあさんを襲ったの。お前なんてことすんだよ。幸い一命は取り留めたけれど、犬は保健所に連れて行かれたし、それまで明るいと評判だったおばあさんも家に引きこもるようになってしまった。おい、もう最悪だな、お前かわいそすぎるわ。お前ワンコもかわいそうだし、お前おばあちゃんもな、もうそれはダメじゃない。喜ぶな、お前そういうことで。彼は歓喜したわ。初めて味わう喜びだった。マノンが人間以外にも効果があるのを発見したのは自分が最初かもしれない。そしてより激しい衝動に駆られた。人の作ったマノンではなく、自分が作ったマノンでこの喜びを味わいたい。人の不幸は蜜の味と言うけれど、その蜜を自分が作り出すことで至福の喜びを得られるはずだ。もうダメだね、この人はちょっともう狂っちゃってる感じですね。いやー、よくないよ。そのマノンは DIY しちゃダメでしょ。ね、ほんと。ね。創作意欲が旺盛なのはいいけどさ。音楽で世界を変えることができる。自分が世の中を変えるマノンを作ることができたら、一体どれほどの喜びを得られるのか、それを想像しただけで心が震えるのを感じられた。いやいや、それで何、どうすんの。あ、で、音楽教師にはなるんだ。そして彼は鳴神学園の音楽教師になる道を選んだのよ。それは夢を諦めた結果の就職ではないわ。夢を叶えるため鳴神学園の音楽教師を選んだのよ。理由はいくつかあったわ。あれかな、まあその作る時間が確保できるみたいなこととか、あと聞かせる相手だよね。生徒に聞かせてやるんだみたいなさ、そういうことじゃない。おー、まずこの学校に所蔵されているレコードの数は他の日ではなかったから。だからもちろんマノンを奏でるレコードも所蔵されていた。ああ、そういうことか、あったんだ。はは、だから研究できるみたいなことかな。この学校あれなんだね、学校であった怖い話でもさ、なんかあの本がめちゃくちゃ充実してる図書館なんだみたいなこと言ってたけどね。すごいね。そしてまだ見ぬ、世に触れぬマノンもあるかもしれない。それを探すのも彼の目的だった。それからレコードを制作する環境も整っていた。素人でもレコードの作成はできるけれど、やはりプレス機という高価な機材が必要になる。なぜ学校にプレス機まであったのかは不明だけど、昔は高価でも自主制作でレコード化しようと考えていたのかもしれないわね。この学校すごいね、いろんなことできるんだな。この学校時々何を考えているのかわからないところがあるから、まあ、学校は何も考えませんけどね。そういうことじゃない。このプレス機を自由に使うことができるのも大きな理由だった。どうなんだこの話ね。え、学校であればその機材が自由に使用できる。音楽教師という顔は教材という名目で新たなレコードの入手やマノンの情報収集など、マノンを作るための環境としては最高だった。そうだよね、まあ素材があって研究できてっていうのね。特に小学校の教師であれば適当に子供たちをあしらっておけば
ほぼ時間は無限に使うことができる。なんて問題発言だよお前それ。なんてこと言うんだよお前。小学生は適当にあしらっとけばいいみたいな。ダメ、ちゃんと教育しなさい。ほんとね、彼にとってはまさに完璧な職場だったのよ。学校での評判も上々だったらしいわ。だってずっと音楽室にこもって何やら研究をしているんですもの。問題も起こさないし真面目に仕事をしている。レコード鑑賞の授業が多かったり、生徒を怒るようなこともない放任主義だったから、生徒たちの評判も良かったそうよ。そんな彼はどこから情報を仕入れてくるのか、世界中から毎年怪しいレコードを買い漁ったわ。意図不明な無駄遣い、よく学校が許したものよね。まあね、景気がいい時なんかはね、いろいろ予算が割り当てられたりしてたという話も聞きますよ、大学とかでもね。もしかしたら学校はその理由を知っていて好き勝手させていたのかもね。この学校なら十分考えられるもの。クフフフフフ。悪魔じゃないあなた。あなた悪魔じゃない。今笑い方が悪魔だったよ。大丈夫？それでその先生だけれど、突然自殺してしまったの。ある日、鍵のかかった音楽室から出てこない彼を心配して、他の先生たちが無理やりドアをこじ開けた。音楽室の中を見て、先生たちは言葉を失った。そこはまさに地獄絵図だったの。ああ、やめてやめて。怖い怖い怖い。音楽室の中央には、レコードを作るプレス機が置かれていたわ。レコードというのは、ビニールで作られるんだけれど、塩化ビニールの塊をプレス機に入れ、上から押しつぶすのよ。そうするとビニールが圧縮されレコードが完成するの。そのプレス機に彼は塩化ビニールの塊ではなく自分の頭を押し込んだのよ。彼は自分の頭でレコードを作ろうとしたのね。でもそれでレコードなんてできるわけない。プレス機は容赦なく彼の頭を押しつぶし、あたりにはプレス機から押し出されたようにミンチになった肉が飛び散り、血だまりに浮かんでいたんですって。怖え。どうしたんだろう。なんかもう自分の頭に思い浮かんだ音楽を直接レコードにしたいみたいになっちゃったのかな。よくないアイデアそれは。そしてプレス機にはレコードの形になった肉が貼り付いていたそうよ。彼はきっとマノンを作ることができずにノイローゼになって自殺してしまったんでしょうね。だからレコードは完成しなかった。そしてプレス機は処分されてしまった。どうなるのこれ。これで終わりじゃないでしょ。でも本当にマノンは完成しなかったのかしら。実は鳴神学園が所蔵しているレコードの中に珍しいレコードが含まれているの。それは死を呼ぶレコードと呼ばれているんだけど、普通レコード盤は黒いのよね。これは塩化ビニールが黒いからなんだけど、時々この塩化ビニールに色をつけてカラー盤を作ることがあったの。白や赤、緑や黄色、時には複数の色を流し込んで独特な模様を作り出したものもあったわ。これらはカラー盤と呼ばれて珍しがられた。色ついてるわ。赤だわ。赤。死を呼ぶレコードと呼ばれているのは、幽霊のような男の顔が描かれたジャケットに入れられていて、血のように赤い色をしたカラー版だそうよ。そしてそのレコードには曲名や歌手名が書かれているラベルにただ一言 MANON マノンと書かれているらしいわ。そしてそのレコードは見つけようとしても絶対に見つからないそうよ。探そうとしても見つけられないのに、ふと気まぐれに見つかってしまうことがあるらしい。おかしな話だよね。あるレコードを探していると、ふと棚からはみ出たレコードがある。なんだろうって思って手に取ると、気味の悪い男の顔がジャケットに描かれているだけで、タイトルも歌手名も何も書かれてない。レコードを取り出すと、ラベルにはローマ字で MANON と書いてある。そこで戻せばいいのに、なぜか気になって聞いてしまうのよ。まあそこが呪いなんだろうね。でも聞いたが最後、その人間は数時間後、世にも恐ろしいものを見たというような恐怖に引きつった顔で変死体となるという噂。
だからこの学校では今までに何人もの人間がそのレコードの犠牲になってるんだって。ある数名の生徒がこのレコードを発見し、彼らがその後変死したことでこの噂が広まった。その中に一人いじめられっ子がいて、仲間外れにされてそのレコードを聞かされなかったことで助かったのよ。何が幸いするかわからないものね。いじめられていた子だけが助かる。皮肉よね。だから人間って面白いんだけれどさ。悪魔でしょ君。もうなんかこれ人間って面白ってお前デスノートの死神のセリフだよ。そのレコードは死んだ音楽教師の怨念だとか、実は彼はマノンのレコードを完成させて、完成後自分の頭をプレス機で押しつぶしたのだとか、いろいろな噂が流れているのよ。真実はわからないけれど、確かにそのレコードは存在する。でもおかしいと思わない？そのレコードを聞いた人だけが死ぬって噂だけど、マノンは逆回転させないとその効力が現れないんだよ。なのに人が死ぬっていうことは、それはマノンの力じゃなくて何か別の力が働いてるってことだよね。例えばそれは死んだ音楽教師の怨念とか。だからさ、それがマノンだったとしたら、逆再生させるとどうなるんだろうね。彼は世界を崩壊させるような音楽を作りたいと言っていたから、もしそれが完成していたとしたら、そのレコードを逆回転させると一体どうなってしまうんだろうね。もし悪魔崇拝者があのレコードを手に入れたら、うわぁ、考えただけでもゾクゾクしちゃうと。まあこれがマノンというレコードに関する噂なんだけれど、どうやらそれを染谷さんが手に入れてしまったらしくてね。おっと、そうか、そういう話だったね。そういう話だったよ。え、こっからなの話。すげえな。え、めっちゃ話長いっすね、一本が。すごいね、染谷。そりゃそうよ。私のおじいちゃんが鳴神の小学校で音楽の先生をやっていたって話は何度もしてるじゃない。うん、前任の音楽教師がプレス機で頭挟んで死んじゃったから、その後任で来たってことでしょ。お前、このさ、この日常パートみたいな音楽を後ろにしてする会話じゃないぜこれ。それはもう何十年も昔の話だから。でもさ、その時に前任の彼が記した日記を持っていたから、おじいちゃんは何十年もこんな恐ろしい鳴神で教鞭を取ってこれたわけじゃない。でもその日記は絶対に見せてくれないんでしょ。だから盗んだ。悪い子だ。悪い子だ染谷。うん。三つ美も。へえ、やるじゃん。やるじゃんじゃないんだよ。お前、染谷。それを読んだからマノンのレコードを見つけることができたのよ。別名死を呼ぶレコード。聞いてみる？よくやるな。やあよ、それ聞いたら死んじゃうじゃない。だから逆再生で。おいおい、それはあかんのちゃうか。あんたバカじゃないの。そんなことしたら世界が終わっちゃうんでしょ。そう、一応そういう話だよ。だから聞いてみたくない。あなたね、あなたちょっともう遠征感が強すぎるよ。本当に滅びたらどうすんだよ。ねえ、あんたとことんバカね。世界が終わったらみんな死ぬでしょうが。なんだろう、もうこんな世界なんかいらねえみたいなこと言うの。いや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 、すごいな君。大丈夫だよ、私霊感強いからきっと私は助かる。あのさ、自分だけは大丈夫ってね、皆さんおっしゃるけどね、そうはいかないんだよね。私は助からないでしょうが。それに霊感が強いのと生き残るのは関係ないと思うけれど。そのと、怖い怖い怖い、誰誰誰誰、え、はてなはてなはてな、はてな、それ欲しい。え、あんた誰。私上級生だけれど、口の聞き方には気をつけた方がいいよ。あ、すいません、それちょうだい。そんなこと言われてもあげられませんよ。あなた
誰ですか？名乗る時は自分から。怖っ。これ制服改造しすぎじゃね？なんかで賞取りましたみたいな、なんか腰のところについてない、なんかね。私三見志保です。私染谷翔子です。陽子さんか、染谷陽子です。あなたには聞いていない。なんでなんでなんで、染谷さんがレコード持ってんだよ。この人と仲良くしとかないと。あ、そうですか、どうも。私は中山まみか。さあ名乗ったんだから、そのレコードをちょうだい。いやいやいや、そんな名前を教えてもらったくらいであげられませんって。殺すよ。怖っ。先輩怖すぎるよ。突然のナイフ、そんなもの学校に持ってきちゃダメって先生に言われませんでしたか？ナイフ持ってんのやばいじゃん。染谷さん、冗談言ってる場合じゃないよ。危ないって、逆らわない方がいいよ。そうそう、もうあげちゃおう。やめようやめよう、もうそんなのね。はい、あげます。なんかなんだろう、面白いのか怖いのか、不思議なテンションだなこれ。よし。突然現れた中山さんはレコードを無理やりもらうとすぐに放送室を出て行ったわ。うわー怖。なんなのあの先輩、めっちゃやばい目をしていたよ。うん、本当に殺されると思った。それにしちゃ冷静だったね。そうだね。染谷そういう性格だし、霊感あるから。もうなんか何でも何でも霊感あるからで片付けようとするな。はてなはてなはてな、ちょっと、わあまたなんか来た。おーおー、今度はなんだ、なんかギャルっぽいのが来たぞ。今中山まみかが来たでしょ。私は染谷陽子です。三見志保です。なんで聞いとらんのに自己紹介しとるんよ。まあさっきの方がね、自己紹介するようにってことだったんで。染谷、それが常識だと教わりましたので。あー、じれったんよ。あたいは加瀬ひなた言うんよ。それで中山まみかにマノンのレコードを渡さんかったか。それはもうほとんど脅されて奪われました。なんで渡すの。それにしてもすごいね染谷さん、マノンのレコード持ってるってみんなが知ってるなんて有名人だね。そりゃそうでしょう。あれだけマノンのレコードが入ったって大声上げながら学園内を歩いていりゃ誰だって注目するんよ。染谷さん、そんなこと言いながらここまで来たの。うん、嬉しかったからね。バカだよ、あんたは本物のバカだよ。なんかあれだね、ちびまる子ちゃんみたいな、バカだねってね。あんた本物のバカだねみたいな。加瀬ひなた、かあ、これで世界が終わる、終わってまうんよ、あいつは悪魔崇拝者なんよ。おお、それマノンを手に入れたら一番厄介な人じゃないですか。そんなに心配しなくてもいいと思うけどね。なんでなんでなんで、ねえ偽物なの。あんたその性格直した方がいいと思うよ。だってあのレコードは偽物だから。あ、やっぱそうなんだ。え、だって夏美さんを脅かせようと思って嘘をついたの。実際にレコードをかけたらどんな顔をするのかなと思ってね。三見さんの驚く顔を見るの楽しいでしょ。あー、三見さんね、三見志保さんを驚かそうと思ってっていうことか。あー、あんた本当に最低だわその性格。じゃあおじいさんの日記盗んだのも嘘なのね。それは本当。本当なのかい。なんかキャラがわかんない、みんな。みんなのキャラがわかんない。加瀬ひなた、なあ、あんたら絶対にこの話は他のものにしちゃダメなんよ。あの女が鳴神学園に伝わるマノンを手に入れたら世界が終わってしまうんよ。約束なんよ。はい、約束します。はい、約束します。染谷お前。染谷のせいだぞお前、ややこしいことになったのよ。え、どうなんのこれ。おう、くらった。というわけで
中山さんがマノンのレコードを手に入れたら大変なことになってしまうの。これから何が起きるのか恐ろしくて大変だよね。というわけで、鳴神学園最新の都市伝説をお伝えしました。いかがでしたか、日野先輩。日野、マノンの都市伝説はそれなりに有名だが、今の話は誰から聞いたんだ。それはもちろん染谷さんですよ。ということは彼女は約束を守っていないってことになるな。はい、染谷さん、みんなに言いふらしていると思います。まあ危機感がないからその話は適当な作り話だと思うが、本当に悪魔崇拝者が鳴神学園に伝わるマノンを手に入れたらえらいことになるぞ。そうですよね。それで私は語り部になれますよね。まあ、そんなめちゃくちゃ怖くはなかったかな。お前も随分とのんきだな。まあいい、語り部の話は考えておこう。やった、ありがとうございます。おお、そうか、8人目になるのかな。マノンの行方というお話だったんですかね。はい、ということで1話が終わりましたが、テキストの量がすごかったね。多いよね。1話あたりね、これで50分近くありましたんでね。はい、ということでね、まあ、今回の動画ちょっと一回これぐらいにしておきたいと思います。続きが気になりますね。どんどんやっていきたいと思いますんで、引き続きよろしくお願いいたします。それでは皆さん、どうもお疲れ様でした。失礼します。